ご乗車ありがとうございます。トン君がオープンするリゼロから始めるタクシードライバー生活。はい、ということで今日も、教習所行ってきました。はい、今日はね、昨日録音できなかった分、朝も喋りながら行ったんですが、夜も喋りながら帰ります。今日はですね、普通に、技能、路上教習を2回2時間分やって、でシミュレーターを1時間やって、その後は学科3時間というカリキュラムでした。はい。で、教習はね、やっぱりお客さんを乗せたと想定しての、そこで停車してとか、U ターンしてとかっていうのを、主にやってたんですけども、はい、今日もね、教官の方がじゃあそこに止めてって言われたところが、わざとなんですけど、駐停車禁止の場所に、指定されまして、そこに止めてって言うんですけども、そこは避けて止めないといけないっていうような、教習もやっておりました。一応ね、コース内、この教習所のね、コース内に駐停車禁止場所というのは、横断歩道の前後5メートルか、交差点の前後5メートルしかないので、まあ、そこだけ注意して、やれば、まあ、難なくできたはできたんですけども、あとは、じゃあお客さんに見立てて、そこの、40キロ制限の、標識のポールのとこに止めてっていう感じで、言われたときに、これがどうしてもね、やっぱりちょっと後ろを過ぎたりとか前過ぎたりっていうのがちょっとありましたね。そこの感覚ね、ちょっとまだ僕掴みきれてないので、あとちょっとしかね、乗れないのでね、卒検まで、その時間内でなんとか感覚をつかみたいと思っております。はい。で、学科の方は、今日はもういつもの学科です。2段階に入って、やるところで、まあ、1段階の時はね、どちらかというと法令的なことが多かったんですけど、2段階になると、やっぱり実際に乗ってる時にどういったことに気をつけないといけないのかっていうところの方が多くなってきております。はい。で、まあ、こういうところでは、ちゃんと、安全確認をとかね、そういう話ですとか、あと事故が起こる時の、状況とか、そういったことが、まあ、話で出てくることが多かったですね。まあ、事故ってね、起こるとこうなるよっていうのを、いろんな事例、本当にあった事例とかの、やっぱりいろいろ聞かせてもらったんで、やっぱり、やっぱり事故っていうのはやっぱり怖いものだっていうのと、やっぱり、事故はやっぱ起こしてダメだっていう話ね、やっぱりちゃんとしっかりと聞いてきましたので、そこは肝に銘じて、もちろん違反しないように、そして事故を起こさないように、もちろんね、事故というのはゼロになることっていうのは多分ないんだとは思うんですけども、まあ、限りなくゼロに近づけれるように頑張って、運転していきたいなと思っております。というようなことを噛み締めた一日でした。そしてもう一つ噛み締めたのは、今日は寒いということですね。朝あんなこの、生駒山のね、頂上付近走るときに、あそこまで雪がバーって降ってくるとは思わなくてね、ちょっとビビったんですけどね。今もめっちゃ寒いです。今時間は6時頃、夕方の6時頃、今これは、奈良に向かって帰っていってる途中なんですけども、寒い。本当に寒いよ。ね、皆さんも気をつけましょう。凍結とかね、やっぱりツイッターとか見ててもやっぱりね、こんだけ寒くなったら凍結してる写真とか、雪が降り積もってる写真とかやっぱり上げてる人いっぱいいましたね。地域は全然ね、元北の方とかの地域の方なんですけどね。まあこの辺はね、そこまで積もったりとかあんまりないんですけど、たまにね、そういうことがあるんでね、年に1回あるかないかなんですけどね、雪がなんか積もってるなとか、あ、これはちょっと無理だ、バイクじゃ無理だとかね、車もちょっと無理だっていう時が、本当に年に1回あるかないか、2、3年に1回あるかないかっていう感じなんですけどね、この辺もね。まあ、そういう時はね、僕は正直もうバイクじゃなくて電車で行くようにしてますので、はい。本当にね、事故のないように、安全運転でやっていきたいと思います。もちろん、
タクシードライバーになってからもね、それをここに銘じてやっていこうと思います。そして夜景が綺麗です。はい、というわけで、ちょっとね、動画をねアップできるかどうかってちょっと言ってたんですけど、ちょっと今テスト勉強してるので、この動画がアップされるのはちょっと数日後になるかと思うんですが、アップされた時には僕はちょっとは余裕ができてるかなと思っております。今日は帰ったらもうすぐに、学科テストの勉強をしますということで、今日もご視聴ありがとうございました。インスタですとかツイッターとか、ナナとかやってますので、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もやっていただけたら非常に喜びますということで、今日もご視聴ありがとうございました。トンくんでした。バイバイ。